あれ ?EV じゃねえあれ。え、待って待って待って。EV いいんだけど。え ?EV? え、EV だよなあれ。待って待って待って。こんなとこにいんの?超序盤忍者。え、なになになに?捕まえていいの?あ、バカだよ。あれ?ナイス?やった !EV だ。え、これレアドロ?あ、EV 捕まえた。え、これ絶対入れるやん。進化すんのかなこれ。え、めっちゃ嬉しいんだけど。ノラのアゲハントをさ、ひたすら捕まえてたら、もうレベルがとんでもないことになっちゃってさ、あんなに可愛かったイーブももう18ですよ、レベルが。で、ピチューね、なんか、こっそり捕まえて録画すんの忘れてたわ。じゃあね、ヨネちゃんの、なんか話聞きに行こうか。190メートル先なんだけど。いやね、なんかね、捕まえるだけでね、ポケモンのレベルが上がるからさ、もうすぐよ、レベル上がんの。俺全然戦闘した回数よりなんだ、本気のみ。戦闘した回数より絶対捕まえた回数の方が多いね。あとね、夜になると、なんか、アゲハントを捕まえるところで、アゲハントからなんか、毒ケイルに変わるんだけど、それだとさらにレベルが高くて、レベル上げもできるんだよね。その捕まえるだけで。だからね、今回すごくレベリング楽だわ。ちょっと邪魔しないでもらっていいですか?横通りますよ。持ち手もなかなか不安定とか捕まえたし、いいんじゃないか?あ、この人かね、ヨネちゃん。橋の先に進むと強いポケモンが多く生息しており危ないのだ。団員ランクが一つ星以上習ってお前のランクなら進めるか。だが油断するなよ。ピンチになれば安全な場所で休むのだ。了解です。もうすぐそこやけどな。なんなら、見えるし、こっから。この人がヨネちゃん?なんだっけ、こいつ。カビオンの子供、ゴンベだっけ、ゴンベ。こちらですよ、ショウ。あ、なんか、綺麗な人いるね。ヨネさん、彼が、はい。主人公です。へえ、新顔だね。まあいいや、とにかく来たってことは壮大に乗るってことなんだろ?かわいい。私は混合団キャプテンのヨネ。混合団やキャプテンについてはいずれ説明するでいいよね。まあはい。すごく気になりますけど。片付けてほしい要件があってね、さっさと話を進めたいのさ。あんたは自信はあるかい?ポケモンを戦わせる腕前の。まあ、いえ。困り顔。あ、このなんか口元のほくろもなかなかいいね。まあいいさ、準備をしてからおいで。いや、大丈夫っすよ。いつも行けますけど。あんたは自信ある?はい。あります。大丈夫です。すごい笑顔。それはよかった。あんたのところの警備隊の若造では歯が立たなかったからさ。ポケモンバトル下手くそだからね、みんな。横にいるのは相棒のゴンベ。兄弟のように一緒に育った中で、あんたらのようにおかしなボールで捉えなくても共に戦ってくれるよ。へえ、そうなんだ。昔はこういう風に共同生活してたっていう流れなんだろうな、きっと。行け、不安定、あ、不安定からだ。あれ?これノーマルタイプだったよな、確か。これ攻撃食らわねえんじゃね?不安定。ゴンベの攻撃。念力の力技、言っていいっすか。行け!不安定のこの顔。念力。あ、全然食らわねえや。早技。転がる。当たるわ。はい。ポケモン変えたいと思います。あ、ちょっと、早技からの力技?あ、ちょっと、やめてもらっていいですか?あれ、そういう相性なんだ。何が効くんだ?ノーマルはノーマルだよな。でも、うちのモクちゃん。あ、ピチュー。え、でも、ピチュー体力少な。レベル上がってから体力見てなったけど。電気ショック、電磁波、電光石火。モクちゃん出しとくか、普通に。あれ、これ何効くんだろう?カビオンと一緒だよね、多分。もうトリマー技で、木の葉の力技言っとく?草効きそうな顔してるだろ。この葉。あんま効かねえな。もう一回言っとく、力技。あ、でもやっぱスピードが速い分連続攻撃よね。あいえ、モンちゃん。倒していく。1対1ではないんだね。あ、進化可能?もう?ゴンヌ。悲しそう。ゴンベに勝つなんてあんたただものじゃないね。もうボロクソにやられたけどね、1対1だったら。ゴンベもご苦労さん。さあ、戦ったポケモンたちを元気にしてやるよ。え、めちゃくちゃいい人。いいものあげるよ。あんたらクラフトと言って材料からあれこれ作るんだろ?なんかくれんの?
元気のつぼみを、あ、これなんか元気のかけら作れるやつかな。あんたとポケモンが息を合わせて戦う姿は良かった。まるで英雄だな。小さい頃に昔話で聞いた伝説の英雄。決めた、あんたに依頼する。内容は獅子の高台を荒らす親分退治さ。獅子の高台、親分というのはとにかくでかいポケモンのこと。あ、あれか、あの目ん玉赤いギャロップとか、あいつか。獅子の高台に来てくれるよね。え、なになに、どうした急に。アルセスボンが、アルセスボンが反応している。あなたもそれ行き先を教えてくれるのですね。これ俺が撮った写真みたいなので見せてんね。あんたの地図洒落てるね。銀河団の技術ってやつかい。確かにあちらが獅子の高台。その地図の通りだよ。ではお任せしますね。頑張ってやろうじゃないか。調査隊の信号大したもんだよね。よく言われます。あ、美人。ところであんた、新王様はご存知かい？新王様？さあ。知らない？仕方ないよね。簡単に教えるよ。新王様は時間を操り、宇宙を作られたとされている。結果、翡翠の大地が生まれ、ポケモンたちが暮らせるようになった。そんなすごい新王様を崇めるため、海を越え、翡翠地方に集まり、定住し始めたのが金剛団。へえ、そうなんだ。もっとも新王様は遥か昔にお隠れになられ、めったに姿を現さないとの話。だが、未だに新王様にゆかりのあるポケモンたちはいる。そのお世話をするのは私たちキャプテンというわけ。なるほどね。獅子の高台に姿を見せるポケモンも、新王様の加護を得たポケモンの血を引いているんだよ。え、それなのに倒しちゃっていいのかな。さあ、行くよ。了解です。親分が荒らしている獅子の高台に行くっていうのが、次の目標と。で、進化ができるようになったんですよ。え、でも、木狼さ、ごめん、マジ、木狼1時間ぐらいしか顔見てないんだけど、木狼。え、もう進化できんの？じゃ、進化をしよっかな。じゃあ、こんなに可愛い。おや？木狼の様子が？どうなっちゃうの？初めて見るんだけど。早くないか、進化。2回目は結構可愛くなくなっちゃうんだよね。ポケモンの御三家って。これなんか目すげえでかく、おめでとう、モクロはフックスローに進化した。その独特な前髪、俺あんまり好きじゃないな。でも笑顔なのはいいこと。目細くなったな。あんなにでかかったのに。ただやっぱ強くなってんじゃない？技覚えとかなんかできんのかな。あ、技は特に覚えないんだ。え、でも能力は上がったのかな、これで。進化したってことは。フクスロー、捕まえた数1。いいね。あ、なんだっけ、これ。コロ帽子。コロ帽子みたいなやつ。足死ぬほど速くね。あ、隠れちゃった。あいつ、なかなか機敏やな。え、捕まえよっかな、じゃあ。そこら中にいるな。あ、ちょっと、早いな、足。めっちゃ早いんだけど。ちょっと止まってもらっていいですか？こんなもんか。はい、ナイス。あれ？もしかしてあれ、俺がダイパーリメイクで使ってた最愛のポケモンじゃないか？捕まえちゃっていいですか？ズバッと。またこれクロバットできんの？ズバッと持ってきて。これ夜だから出たのかな、ズバッと。ズバッと捕まえちゃいました。あ、なんだっけ、あいつ。なんかいたな。俺が、草ポケモン少ない中でも捕まえたやつじゃない。あいつなんだっけな、お前。え、あ、これポケモンじゃ、ポケモンじゃねえのかよな。数少ないポケモンじゃないじゃねえかよ。これ、植物ですか、これは。植物じゃねえか、ピーピー草。恥ずかしい。さあ、今めっちゃ後ろで石つぶてに追われてますけど、頂上まで来ました。ここに主ポケモンなるものが出てくるのか。うんうん、はい。出てくるんですか？おやおや、あんたのところの博士だよね。ん？博士ついてきたの？お、そんな笑顔で走ってくる人いる？はあ、間に合ったようですね。ポケモンを研究する者としてどうしても親分を観察しちゃうのです。あんたの仕事なんだろう？邪魔しなければいいんじゃないか？ここに出てくんの？獅子の高台。新王様にゆかりのあったポケモンの子孫にお供えをしていた場所さ。
ディーンを。え、あいつじゃないよ。あれはちょっかいを出す厄介なポケモンさ。あ、こいつじゃないんだ。虫ポケモンって。あいつを蹴散らしておくれよ。はい、あんたのポケモン元気にするからさ。じゃあはい、僕がやります。あのポケモン大きいです。そうか、親分と呼ばれ恐れられているポケモンですね。そうさ、親分ってのはでかくて強いポケモンのこと。しかも特別な技まで覚えていて、厄介なことこの上なし。あんたの強さは骨の髄まで教えてやりな。やっぱあれが親分なんだ。大きさは武器です。きっと攻撃力も体力もあるでしょう。戦うのでしたら連れているポケモンをチェックして強い技を覚えさせるなり準備をするのがおすすめです。 OK。 目が赤く光るポケモンを親分と呼びます。普通のポケモンよりも大きく珍しい技を覚えていますが、捕まえるのはかなり難しいようです。なるほど。なんか顔赤くね今日。あいつは多分虫ポケモンだから、フクスローがトップ。あ、なんか EV 進化できるようになってんな。 EV 進化させとくか。いつの間にか。じゃあもう EV も進化させます。おや、 EV の様子が何になるんだろう。あ、これ夜だからさ、なんかあれじゃなかったっけ、ブラッキーみたいなやつになるんじゃない。何になるんだろう。あ、これ知ってるぞ。なんだっけ、ニーフィアだ。ニーフィア、ポケモンユナイトに出てきた。おめでとう、イーブはニーフィアに進化した。ニーフィアは新しい技をひらめいた。何覚えたんだろう。見てみよう、強さ。技覚え、妖精の風、つぶらな瞳。これが妖精の風を起こし相手に吹きつけ攻撃する。フェアリータイプなんだ。スピードスター、60。電光石火が、これ何系になるんだ、特殊攻撃系になるのかな、ニンフィアって。それなら電光石火を消してスピードスターを、残しておいた方が良さそうじゃないか。特殊攻撃だしね、妖精の風も。これでいこう。で、X で決定と。OK。妖精の数だって。やっぱ見た目可愛いな、ニンフィア。で、なんかでももう一匹欲しいな。なんか俺、エイフィーが好きなんだよな、見た目。だからもう一匹捕まえよう、イーブ。んで、トップには、ちゃんと、フクスローにして、戦っていこうか。捕まえられるのかね。見てるだけで特に何もせず戦おうか。いや、マジででけえ、ディーン王。なんだっけこいつの名前忘れちゃった。なんかとりあえずコロ帽子が進化したらなるやつだよね。戦闘中に Y ボタンで行動順を確認できます。そうなんだ。あ、コロトックだって。野生の力に溢れている。あ、はい、いて、ツバメ返し。あれ、これあれじゃなかったっけ、虫タイプじゃなかったっけ。虫タイプってことは、あれ、ツバメ返しが効くはずなんだけど効かない、もしかして。あ、効くわ。一発でやっちゃった。捕まえる気だったのに。なんかごめん、俺の方がレベル高いからさ。一撃、レベル差は非常。大したもんだよね、親分をひねっちまうなんてさ。まるで伝説の英雄みたいだ。それしか言わんやん。あんたのポケモンを元気にしないとね。もう常に元気にしてくれる人。歩くポケセン、キュエーン。何事ですか、なんだっけこれ。脅ししみたいなやつじゃないのこいつ。長老見てて、怪ししって言うんだ。脅ししが進化したら怪ししになるのかな。え、何、なんか物言いたくなる。圧がすごい、顔の。優しい眼差し、ありがとうございます。優しい眼差しなのこれで。曇りなき眼してるけど。え、何しに来たん。よかったよね、怪しさまはあんたのこと気に入ったようだよ。いいか、怪しさまってのは人を乗せ翡翠の大地を駆け抜ける、ありがたいポケモン。え、そうなんだ。すごい、すごいですよ、怪しし。人を乗せるポケモン、まるで、アローラのライドポケモンですね。ラメ博士。はい。蝶だ。何しに来たんだ、
島星隊長に言われてきたのです。依頼をこなしたならベースキャンプを設営できるだろうって。ベースキャンプ？関さんと団長で決めたことですか。ですがベースキャンプを増やしてもいいのですかね。新王様が作られた翡翠地方はポケモンの大地、あんたらがポケモンと共生するなら使っても大丈夫だろうさ。怪しい子様ももう俺のことを気に入ったようだし。ってことは新しい拠点がまた一つ増えるのか。ありがとうな、あんたの活躍は金剛団の王さんにも伝えておくよ。ありがとうね。改めてお礼に行くからさ。大したことしてないけどね。ユネちゃんの依頼達成した。いや、いいんじゃない？さっき。ポケモンとの共存共栄、そのためにはポケモンをよく知り、恐れないように図鑑を完成させねば。建築隊が到着すればベースキャンプの設営ができますね。ここに作れんのかな？結構ね、遠いのよ、ベースキャンプから。一番最初のやつ。そんな早くできるんだ。ってことは、ここからスタートできるようになるってことなのかな？これからは。獅子の高台でのベースキャンプ、名付けて高台ベースですね。子供向け村から出るときに高台ベースを行き先に選べば、ここから調査をスタートできますよ。いいね。拠点が増えると調査もしやすくなりますね。確かに。お疲れ様でしたね。では芋づる亭に参りましょう。飯食うことしか考えてないやん。いや、めっちゃ捕まえたからね、今回。捕まえたポケモンの数24。20匹以上まとめて報告したクリア。いいね。4900円。いや、ポケモン捕まえるだけでお金もらえるのマジでいいわ。これで新しくいろんなものが追加されたと。石粒って完成。脅し師はもうちょっと捕まえないとダメで、ズバッとあと1匹ぐらい捕まえれば完成するかな。OK。ページが完成したポケモンに730ポイント。あ、ってことはもう次2つ星いけそうだね。これで。2つ星になったらあれなのかな？ 20 以上のポケモンが言うことを聞くみたいな。てか俺2つ星にならないとやばくね？ 20 のやついたよな。ムーベさん、いつもの芋餅、今日もプリーズ3人前です。芋餅以外の美味しい食べ物ないのかな？ありそうだけどね。今日も大量の芋餅を流し込もうか。知っておるか、今朝から噂の荒ぶる馬鹿切り。様子を見に行った団員が襲われ、医療隊もてんてこまいだぞ。馬鹿切りって何？激しい雷に打たれ、おかしくなったとされる。馬鹿切りですよね。馬鹿切りっていうポケモンがいんのか。いざとなれば調査隊が担当します。未知のポケモンを調べるには危険がつきものですが、調査隊には、まあ俺いるから大丈夫ですって、あなたが言うことじゃなくない？ですが、馬鹿切りの強さは親分とは比べ物にならないとか。え、なに？めっちゃレベル高いってことか。どれほど強いのかを含めて調査をするのが僕たちです。冴えた頭脳と強靭な肉体。そのためには睡眠も大事です。まあ今日はとりあえず寝ろってことか。まあ報告しに行きたいな、まずは。翌日。今日はバサギリと戦う日なのかな。おはようございます。あ、ショーが来てる。団長室に急いだ方がいいですよ。電木さんに投げ飛ばされる前に。あ、でも団長室なんだ。じゃあ団長室行く前に一回、ランクを上げよう。あ、そうだ。一緒に行こう的なやつ。では本部に急ぐとしましょう。あ、強制イベントだ。よう、偽りの新王様を崇めるのは時間の無駄と悟ったか。席？え？左が席？右が席？左が席だろう。海、何が宇宙の時間を司る新王様よ。宇宙と空間を生み出した私たちの新王様こそが本物なの。かわいい。ふん、無限に空間があっても使いこなせないくせによ。関さんイケメンだね。おや、そちら時間を有効に使っているとでも？言いたそうな口ぶりだな。へえ、約束の時間を守れたとは感心じゃねえか、真珠団よ。真珠団？無駄に広い空間にも持て遊ばれて迷子にでもなっているのかと思ったぜ。は、空間は新王様が私たち真珠団にくださったもの。いわば世界の根幹、迷うわけない。ついていけないんですが、話に。やめた、おめえとの無駄な口論こそ、時間の無駄そのもの。新王様に怒られるってな。さあ、電木の旦那に会いに行くぜ。はあ、ふっかけてきたのはそっちだろ。真珠団と、左金剛団の人なのかな。
彼らが姿を見せると空気が一変しますね。今の二人、空間を大事にしている女性は真珠団の長カイさん、時間と言っていた男性は金剛団の長関さん。金剛団と真珠団は今でこそ揉めずにやっていますが、昔は争っていたとのことです。へえ、そうなんだ。それよりもボス、伝木団長がお呼びです。団長室に向かった方がいいのでは。絶対これあの3人の絡みに巻き込まれるやつやんな、この後。いやでもいいんだよ、そのオサは待たせてさ、とりあえずさ、あのレベル上げようや、主人公の。報告に来ましたよ、島星さん。確認する図鑑を見せたまえ。どうですか、これいいのかな。これで上がる、承認するランクアップの手続きだ。やったぜ、第2ランクアップ2。君の銀河団団員としてのランクは2つ星に上がった。新しくフェザーボールが使えるようになった。レベル30までのポケモンが指示を聞いてくれるようになった。調査報告で得られる報酬を多くもらえるようになった。いいね。これからもこれらも渡すクラフトに必要なレシピだ。フェザーボールかな。レシピを手に入れた。どういうボールなんだろう。空色の玉石、見たことないな。いい傷薬のレシピを手に入れた。これはいいね。 PP 草と傷薬、 OK。 では次なるランクを目指しポケモン図鑑を完成に勤しめと。これで大切なものじゃなくて、道具かな。あ、いや、これ次のランクどうなんだろう。図鑑を見せて、次の第2ランクまで590ってことは、またすぐだ。OK。じゃ、また上がったら、来ようか。じゃ、待たせたし、行こうか、上。もうちょっと待たせてもいいんじゃないか。あ、依頼だ。ちょっとラグあんだけど。あら、あんた、いいところに。ねえ、漬物石を探しているの、手伝ってくれないかい。壺の上に収まる大きさと、しっかり漬けるための重さは大事だね。自分でどいてくれると、あ、石つぶてね。いいよ。あげるあげる、石つぶて。いっぱい捕まえてきたの。どこ行った、あれ。村人の雪絵おらん。雪絵下行った、これ。ちょっと雪絵、これ雪絵下か、下にいんのか。あ、これ任務が確認できるだけだね。どの目も見ますか、ズバットの目。あ、こんなのあったんだ。警備隊の小雨さんがズバットに関する頼み事。あ、こっからは全部受けられるんだ。不安定と遊ぼう。子供と遊ぶ不安定が目撃されています。警備隊のみきおさんから詳しい話を聞いて調査してください。いたずらのビッパトリオ、子供向け村に侵入していたずらをするビッパがいるそうです。警備隊のつむぎさんから話を聞いて調査に当たってください。なるほど、ここから一応依頼は受けられるんだね。他に依頼はない。 OK。漬物石の話どこ行ったんだろう。これはあれかな、村に行けば多分いるのかな。めっちゃ待たせてるけどいいのかな。揉めてない、大丈夫。揉めてそう。え、こん中入りたくねえ。なんか言ってんな。電木の旦那、バサギリはどうするんだい。神王様に仕え戦っていたポケモンの子孫とはいえ、許しがたい暴れっぷりだぜ。席をいきなりだな。時間は貴重、もったいないことはできねえ。では真珠団の大事なキングに対して、どうせよと。真珠団のキングだからな、俺たち金剛団は手を出せねえ。出したら先代の時みてえにまた争いになっちまうからよ。だけど旦那のところも怪我人が出たんだろ、ほっといていいのかよ。でも、いや、さすがにやらないといけないね。では真珠団が崇めるキングを私たち真珠団自身で倒せ。そう言いたいわけが金剛団。あ、手を出せないのか、崇めてるからこそ。あ、思ってるけど口に出して言ってないだろ。一緒だ、バカ。そもそもキングであるバサギリが荒ぶり暴れる理由が謎。雷に撃たれたって言ってたね。それは俺も気になる。金剛団の歴史でも初めてだからよ。うむ、聞いていたのか。あ、聞いてました。調査隊の新入りとなる。はい、よろしく。その名前、ヨネから聞いたぜ。怪しい死に好かれたんだってな。はい。
そうか、あんたが時空の裂け目から落っこちてきたすげえやつなのかよ。俺は関、金剛団のリーダー関だ。古くせえから勘弁な。時空の裂け目の向こう、新陽さんは いるやもしれない。空間から来たというのか。はい、一応そう言われてます。私は若い新樹団を率いる辛抱遠慮な長だ。頭いいってことなのかな。本当に裂け目を通ったのか。どうにも疑わしいのだけど。いや、俺もわかんないんだよ、それは。どうだろう、まずはこの者にバサギリの調査をさせるというのは。駒使いですか。裂け目から落ちてきたという怪しい新入りにバサギリの調査を。おめえも長としては新人だろうが。長として寛容なのは年数ではなく、広大な翡翠の大地を恐れぬ心だ。だったら新入りでもいいんじゃないか、確かに。あんたの話に乗った。乗るんですか。ボールでポケモンを捕らえる、銀河団のお手並み拝見しようや。それは気に入らない。新王さんはポケモンが暮らすため翡翠の大地をお作りになられた。私たち人間はポケモンの友であり、上下の関係など不要なのだ。なんか思うところあるっぽいね。銀河団がボールを用いるのは支配ではなく共存のため、まずは任せていただきますぞ。任務だ、バサギリを調査せよ。空から落ちてきたお前を怪しいものはそれなり。もうそれで全部片付けるよな、毎回。とりあえずみんなで行動で示さないとみたいな。あ、強制イベントだ。荒ぶり始めた森キング。おうよ、時は急げってな。森キングバサギリは、神王様より力を得たポケモンの子孫。その強さは他のポケモンの比ではない。私たち銀河団は後から翡翠地方にやってきたよそ者だ。金剛団、真珠団とは揉めてはならぬ、わかるな。了解です。団長の任務について話す。調査体質に来たまえ。まあ、詳しい内容を下に行って聞けと。了解だ。調査っていうから討伐ではないんだね。まあ、後々、なんか、戦えって言われるかもしれないけど、めっちゃ強そうだな、口ぶり的に。来ましたよ。はい、博士、お話を。はい、君はバサギリのことを荒ぶる理由を含めて調査するのですね、らしいです。ですがバサギリは強いです。バサギリに襲われた警備隊がモンスターボールを投げたのですが、全く捕まる気配はなかったとのこと。気性が荒いのとも違うようです。捕まえられないポケモンなんだ。確認する。極めて危険な任務だが受けるのだな。断りたいです。情報を提供する任務を果たせ。はい。金剛団、真珠団にとってはキングと呼ばれるポケモンは神王様のお使い。キングが好むとされる場所、キングバにお供え物をさせ、キングバ感謝する祭りを行うという。キングバって何。ではバサギリへのお供え物の材料が分かれば何かしらの対策になるが、それでバサギリを釣るってことか。話があるんだよね。ヨネ？ヨネちゃん何？いいが、軸の裂け目の向こうは神王様がいるかもしれない世界。そして金剛団が崇める神王様は時を司る存在。あんたが軸の裂け目から落ちてきたということは、時を超えた可能性があるってこと。あんなすげえ、そんなすげえあんたに頼みたい。バサギリだが調査はもちろん、とにかく沈めてくれねえか。関さん、今はまさにその話をしていたのです。おう、あんたが噂の学者先生だな。今後いろいろ教えてくれよな。で、さっきの続きだ。森キングバサギリは真珠団が崇めるポケモン。あいつら真珠団としてはてめえたちで何とかしたいだろうし、銀河団には頼みづれえよな。それに俺たち金剛団も同じ悩みを抱えているのよ。遠い山では金剛団がお世話するキングも荒ぶりだし、あ、そうなんだ、そっちもそっちでやばいんだ。確かに金剛団と真珠団は揉めていた歴史がある。だが同じ翡翠で暮らす以上、問題はみんなで解決しないとな。ただ強いポケモンと戦えるようなすごい奴はそうはいない。あんたが頼みの綱。そんなにもう言われたらやっちゃおうかな、じゃあ。バサギリがいるのは奥の森の先、巨木の戦場。キャプテンの名前はキクイ。頭の切れる子だがちょいと間抜けなところがあってね。大好きなバサギリのことなら聞かなくても何でも話してくれる。とにかくよろしく頼んだ。あんたなら大丈夫だ。じゃあな。じゃあその、
その子に話を聞いて、今の状況を聞いて、お供え物を見つけてバサギリを呼ぶみたいな流れなのかな。話すだけ話したら消えましたね。なるほど、時間を大事にするですね。関さんたちの言う通り、バサギリを調査するのでしたら、居場所に向かうのが一番ですね。確かに。巨木の戦場でしたら、できたばかりの高台ベースから向かうといい。そうだ、放牧場によって連れていくポケモンを選ぶのも大事。確かに。荒ぶり始めた森キング、バサギリの手がかりを求め、巨木の戦場でキクイに会う。じゃあ行こうか。材料を拾えなかったポーチがすぐにいっぱいになる。お前さん、そんな経験があるなら俺の話を聞きな。そうはさせないぜ。収蔵、収納うまそう。何その凛々しいカード、うんうんって。ポーチを拡張するよ、いいんですか。収納術を学べばさらに多くの道具をポーチにしまえる。どうだ、収納術を学んでいくか。教えて。いい心がけだ。指導料は100円、安いな。お願いします。前田り、ではちょいと耳を拝借。ポーチに道具を1種類多く収納できる。これ喜んでいいのか、1種類って。ほら、収納次第でたくさんの道具が入るだろう。ポーチにもっと道具をしまいたいなら、1段上の収納術を教えるぜ。周りくどいな。いくら、次。200円、いや、いいっすよ、どんどん。安くない？俺、ちょろっと調査するだけで5000円ぐらいもらえっから、いいよ。これ100円ずつ増えてくのか。とりあえず、5個ぐらい増やしとくか、ポーチ。いまだにそのポーチがいっぱいで困ったことっていうのがないんだけど。まあ、増やせるだけ増やしとこうか。次で500円な。いくらまでいくんだろう。よし、これで OK。まあ、また今度で。いや、拡張もできたし。とりあえずなんかサブクエの任務とかの話も聞きたいんだよね。入団試験で3種類ものポケモンを捕まえたんだってね。そんな君に調べてほしいことがある。あ、いたずらビッパ。ああ、出てきた。こいつらが。かわいい。まずはいたずらビッパたちを探そう。あなたがビッパを連れていけば、いたずらビッパたちも油断するはずよ。しゃあ、俺がじゃあ捕まえてやろうか、いたずらビッパ。ああ、いた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 。これだろ、いたずらビッパ絶対。ビバ。名前ビバーな。カジ、カジ。クソ可愛いんだが。いたずらしてるようには見えないけどな。よし、捕まえた。あなたと、あなたのビッパのおかげだね。あと2匹。全然いたずらしてなくない？めちゃくちゃ、退屈ね。何か起きないかな。何も起きないのが一番いいのよ。でも普通にあそこにいるわ。次はこっちか。ほんと後ろ姿がめちゃくちゃ可愛いんだよな、ビッパ。カジカジ。嬉しそう。運じゃないの。何も悪いことしてないや。よし、捕まえた。あなたとあなたのビッパのおかげだね。これ一人でなんとかなるやろ、何もしてないし。あとはどこだ、あと一匹。マジ人畜無害なビッパなんですが、これは何か悪さをしているんでしょうか。あと行ってないのが、村のこっち側は行ってないな。ここでなんか畑とかで悪さしてる？なんならこんなところをずかずか走ってる俺の方が、害悪だと思うんだけど。ビッパいる？ビッパいなくない？端っこにもいないな。あれ、いないぞ。悪さしてない説。あ、いた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 。同化してんのよ。ビッパって言ってるわ。カジカジ。マジで可愛い。運じゃないのよ。よし、捕まえた。あなたのあなたのビッパのおかげで。もうそれしか言わんよ、3回連続で。
これで全部捕まえたね。お疲れ様、いたずらビッパ3体みんな捕まえたよ。それじゃあ村の外に逃がしてくるよ。ちょっと待った、サザンカ。ビッパたちを逃がすなら建築隊隊長サザンカが預かろう。え、どうして建築隊が一番被害を受けているのに。だってポケモンだぞ、村のルールを知るわけがない。それにこの村の建造物を好んでかじりに来るなんて見る目があるよ。ただし村にいるなら仕事は手伝ってもらう。何度も侵入を試みる根性、木も岩も削る丈夫な前歯、建築隊にうってつけじゃないか。どうだ、一緒に働かないか。汗水垂らし、流した後に食べる飯はうまいぞ。ビッパー、うん、いい返事だ。よかったね、就職先も見つかって。いたずらビッパたちが素直に仕事を手伝うかな。でもサザンカさんがいるならきっと大丈夫よね。これで一件落着だね。手伝ってくれてありがとう。助かったよ。いたずらビッパトリオ完了。